天気は今回の年末のやつが一番天気なんじゃないですか。でかいし、うん、あとなんだろう、すごい多分普段あるある聞きに来ない人たちも来るだろうしっていう、今年間やってるライブは大体あのなんだろう、関西の変わり者たちばっかり変わり者のお客さんばっかりだったと思うんで、はい、今回多分まともなお客さんが来るんじゃないかなと思って、大きくなるとね、うん、で、ここもし、まあ、いっぱいできたらね、もっとでかいところでやりませんかって来るかもしれないですけど、そうにもなりそうにはないんで、とりあえずは皆さん安心してください。安心してください。来年も祇園 NGK ですよって感じですね。はい。多分それぐらいが一番いいサイズなんだよな。てか俺多分4人ぐらいが一番いいサイズの気がする。この間剣道小林さんと小峠と3人でなんかドライブするロケがあって、ずっと俺あるあるだったんだけど、一番なんかやりやすかったもんな。うん、だから これを天気に超ちっちゃくするかもしれないです。はい。3、4人相手とか、はい、3、4人を高額、ちょっと高めの値段でみたいなすごいありますね。だからなんだろう、うん、大量生産にちょっと今回、1回区切りで、次はあのお客様に直接届けたいっていうことになるかもしれないですね、うん、まあ、知らなかったことが発見できたらやっぱ割と川西君の河内弁の替え歌のやつは、あれはちょっと腹ほんとよじれるぐらい笑いましたんで、はい、あれも何回も聞きたいなと思いましたね。それ正直川西とはあんまり絡みはないままにオール雑漫才でちょっと絡んで面白かったから、その絡みも本当に数秒だったんですね。それが面白かったから本当に頼んじゃったって感じですけど、もうで予想を上回るものがいっぱいありましたし、まああと嫌なこと言う軍団はさすがでしたね、やっぱ ね、うん、あそこともやっぱしっかり飲みに行けたりしてればよかったんですけど、そういうのもなしに頼んじゃったんですけど、やっぱりさすがもう僕を傷つけつつ爆笑取るみたいなね、すごい子たちでしたね、やっぱね、うん、まあクラスの学校のクラスの人気者の僕とクラスの女子たちでキャッキャやってるっていう気持ちですね、どっちかというと、はい、まあ、男子も多いんですけど、はいはい、だからもう昼休み出て行っても俺がモノマネしたらみんな笑っちゃうみたいな、なんか時期があったんですよね、やっぱね。それがたまたま NGK になったりオリックス劇場になったりって感じですね、うん、まあ大事にしてるって言いながらどうせほとんどのお客さんは千鳥のライブとか行ってるし、うん、そうそう、だからまあ千鳥のライブ、笑い飯のライブとかのあの辺の お客さんをお借りしてるって感じですね、どっちかというと、うん、あと、なんだろうな、だからこの間川西とやった時は初めてこの和牛のファンっていう新しい子たちが来だして、うん、新鮮でしたね、はい、あ、川西って結構キャッキャ言われてるんだって感じになりましたね、はい、だからもう今はもうファンお借りしてるって感じですね、本当に RG ファンっていうのは多分さ5人ぐらいであとはほとんど、はい、笑い飯千鳥ファンです
すっごいいっぱいいろいろいただきます。蜂蜜とかあの野田飴とか、はい、それを多分もう1年分ぐらい毎年1年分ぐらいもらえるので、それをちょびちょび舐めながら、まあ、あと、うん、喉壊したら壊したで歌える歌があるので、うん、よりもっとブルージーな声にしていきたいなと思ってます。はい、喉ってやっぱ筋肉なんですよ。だから筋肉がよりこう大きくバー開く力、あとこう閉じて高い声を出す力っていうのがどんどんできてて、だから本当にみんなが公開筋トレしてるようなもんですね。はい、今ではもうこの間もそうですね、あのジェフ市原の J リーガーの皆さんとそのサポーターの前であるある歌を聞かれたんですけど、やっぱうますぎてちょっと引いちゃったみたいな、笑えないみたいなのがあったんで、なんかもう面白いとかをちょっとだんだん超えてきてるとこはあるかもしれませんね。でも今歌手志望してる人とかバンドしたい人とかラップしたい人とかいっぱい世の中いっぱいいるんですよ。世の中で表現したいっていう人がいる中、僕は本当にどこ行っても人前で歌わせてもらえる、僕に3分とかくれたり、多い人はもう多いところも120分くれたりっていう意味で、ある意味あの申し訳ないですね、歌手の人たちには。そういう意味ではあの幸せだなと思います。